ハマって完全に暗記のやりを掴んで、ああなるほどなるほど、はいはいはい、多いですね。暗記科学が好きになりました。テッドとか結構見ました。海外ドラマすごい好きで、あ、はいはいはい、なんで比較を徐々に伸ばしていくっていうのがすごい楽しかったんで、はい、ゲームみたいな、そうですね、合格する楽しさが出てきて、この動画が人気が出れば YouTuber になるかもしれないですから、ね、あれは SAT はどうしたんですか。 SAT は SAT も出したんですか。提出をした SAT 出しました。出したんですね、はい、ってことは やったわけですね。じゃあ本当にやりました。数学もやりました。あ、数学やりました。でも SAT の数学って、まあ、海外のレベルの数学なんで、日本人の人からしたら簡単だと思うんですけど、はい、すぐおバカだったので、まあ、あの学校の数学やってたけど、またちょっとなんか違うやつが出てくるじゃないですか、はい、そうですね、はい、なんでめっちゃ簡単 なんか小学生の問題とかを算数を勉強したってことですか。聞きました、なるほど、先生に聞いて、あとはその英語聞き込む問題とかも全部英語なんで、はい、その数学用語とかも英語で書いてあるんで、あ、なるほどね、数学用語知らないといけないですね。 それをあの覚えたりとか、はい、やって、へ、あとはリーディングも SAT はすごい難しかった。はいはいはい、そうですね、もう何だって単語が本当に難しいんで、そうですね、なんか本当読めなくて、そう、発音もわからないですもんね、うん、いろんな単語、なんだこれみたいなのがいっぱい出てくるんですよ、うん、はい、え、単語はどうやって覚えてったの。それもそれもあって、一応 SAT の単語帳をやってたんですけど、はいはい、あんまり多分やりきれなかったですね。日本であるやつですか、あの、はい、そこの多分本棚にある、多分トフルゼミナルのかな、ああ、うん、トフルゼミナルのやつ、うん、これですね、多分これ、あ、これやってました、 SAT テスト、はい、集中マスター、はい、はい、これその辺のどっかに置いてあるはずです、はいはい、こんな感じだったわ、つらっ、これやばいっすよね、普通に、はい、やですね、やですねこれがこれ SAT ですね、はい、こんな感じの、むずいです、2800円もする、あ、そうだったんですね、そしてもう絶版ってですね、うん、売れなかったんでしょうね、やっぱり、はい、それはやっぱり英検級のよりやっぱ全然大変でした。 SAT 一番大変でしたね。ああ、やっぱり単語のレベル、もう攻略しようってあんま思ってなかったです。ああ、そうなんで、はいはい、SAT もで、その上智の国際教員に出すのに必要だったんですけど、うん、それの、まあ、大体このぐらい点数がいくら何点以上っていうのは確か決まってなかったと思うんですけど、うん、何点以上ないとまあ通らないと思うっていう情報を調べて、大体そのぐらい取れればまあいいやみたいな感じで、なんかもう英語が難しすぎて数学マスの方が多分狙いどころだなと思ったんで、あの、そうですね、数学やって、あとはもうなんか気合で乗り越えっていう、気合で乗り越えたってすごいですね、気合で乗り越えた、全然言えるような点数じゃないんですけど、あ、そうなんですね、はい、で、まあ、それで一応提出して、取ったんで OK みたいな、あ、そうですね、上智と早稲田を買ってますから、はい、で、早稲田に行ったんですもんね、はい、で、どうしたんでしたっけ、早稲田、行きましたそうです、早稲田なるほど、こんな形で勉強していったわけですね。他の教科とかは僕全然やっぱ英語一本で、そうですね、他の教科は学校の評定がバッチリ取れるぐらいまでやって、はあ、そうですね、だって評定なきゃだって、そうですね、はい、なんかここに英語とか出すわけですもんね、はい、やっぱり取れないと、はい、うん、いけないですから普段の、はい、あ、でも英語がきっかけでいろんなものが勉強しやすくなった、そうですね、英語以外好きな科目あったんですか。なんか生物とか得意でした。暗記系が好きで、まあ英単語とかも暗記だと思うんですけど、はいはい、英単語ハマって完全に暗記の要領を掴んで、ああなるほどなるほど、はいはいはい、多いですね、暗記科目がすごい好きになりました。はい、はあ、社会科目はまあ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 あれまあ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 ですそこはなんかあの、はい、年数を覚えるの私苦手です、ね、ああはい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 、とか人物名とか、はいはい、なんか一文字だけ違うっていうのが結構苦手でした一文字だけ、え、日本史ですかそれは、世界史で、世界史ですね、主に日本史だとそうですね、はい、藤原のなんとかなんとかみたいな、そういう感じの漫画は結構、はいはい、いっぱいいますからね、不意じゃなかったんですけど、はい、一般受験は考えをしなかったんですか。いや全然、もともと勉強がそんなにできる方ではなかったんで、もう英語だけずば抜けて、そこを武器にして、もう英語とか以外で、はい、それダメだったら、よし一般だっていう時は考えたんですか。
考えてなかったですよ。もうすごいですね。可能性を全部捨てて、はい、英語にその勝負師ですね。はい、普段なんかやってる勉強とかあるんですか？普段はでも最近はあんまりできてないですね、はあ、正直。でも、まあ、英語でなんかたまにニュース記事とかはニュース記事とか、あとリスニングで、あ、私海外ドラマすごい好きで、あ、はいはいはい、なんでドラマ見てるとやっぱちょっと違うなっていう感じがあります。海外ドラマ好きなやつとかあるんですか？なんかそう言われるとパッと浮かばないですね。いや、なんかネットフリックスで見てるとか、ネットフリックスとフルとアマゾンプライム、スカパーとかいろいろありますけど、うんうん、何系のが好きとか？あ、何でも好きです。あ、私なんかサスペンス系が好きですとか。あ、そうなんですね、サスペンス。ウォーキングデッドとか、はいはい、なんかサスペンス、はい、なんだろう、そういうなんかちょっと怖い系、はい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 、なんか、うん、そういうの好きですね。ウォーキングデッド怖いやつ何がアメリカンホラーストーリーっていうんですか？あれは見て、まだ見てない浮かばないですか？これでもう一本撮れんじゃないかと今思ってますけどあ、フールの、はい、ウェントワースっていう、はい、なんかオーストラリアのドラマで、あ、オーストラリアのドラマ、はい、女性の刑務所のドラマなんですけど、はい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 、あれが今一話ずつ毎週出てて、はいはい、それを毎週火曜日で楽しみにしてます。おお、はいはいはい、ウェントワース、あれスカパーにも来るんじゃなかったかな、確か、はい、ウェントワースは、はい、ブレイキングバットとか、はいはいはい、はい、そうです、それを出そうと思って、ウォーキングデッドができたブレイキングバット、そう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 、はいはい、はいはい、やっぱそういう系統が好きな、うん、映画は？映画は多分ドラマとか映画とか見たら、この見てる おじさんがおいしょ、私も見なきゃみたいなね、言わんて、言い換えなきゃ、視聴者の皆さんもですね、視聴者の皆さんもじゃあ見なきゃみたいなですね、そんなに英語ができるようになるんだったら見なきゃとか、あとチカさんに近づくために見なきゃみたいになると思うんで、ちょっとダジャレみたいにした、はい、思うんで、なんか何系が面白いとかあります？いいですね、うーんのところでも使えば多分それでも見てくれる視聴者様、そのうーんのところですらですね、再生を続けてくれるあ、でも感動系も普通に好きです。ああ、はい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 、泣けるようなやつとか、はいはい、ワンダー、はい、はい、そういうのも、はい、何でも見ます、本当。そうなんですね、はい、何でも見て何でも忘れます何でも忘れちゃう、何でも。じゃあ新聞とか。あ、新聞はちょっとやりました、ジャパンタイムズの、はいはいはい、ちょっと簡単なやつでありましたっけ、はい、ST ですね、今名前なんか変わってると思いますけど、それがなんか学校に置いてあって、はいはいはい、ありますね、図書館にすごいめっちゃ入り浸ってたんで、はいはいはい、ST、 はいはい、連載してましたもん、自分も、はい、それすごい読んでました。そうなフルのなんか対策としてやったりする人いるじゃないですか、はい、あ、でもテッドとか結構見てました。そうなんです、はい、テッドとか、あとは講義っぽいじゃないですか、はいはい、そうですね、なんでトフルのリスニングに向いてるなって思いました、はいはいはい、そう、うんうん、英語をやってくみたいな人に何かしら、うんうんうん、そうですね、うん、あと向けて何かあります、アドバイスみたいな、別にカット的にずっと考えても大丈夫ですけど、しばらくアドバイス、はい、こんな感じでやることがいいですみたいな。うーん、僕大変この間出たチャンネルでストップウォッチある中でやらされましたから、ね、マジですか、あと30秒ぐらいみたいなのが出てる中で、いきなりそんなの会話ってテストはやっぱモチベーションですか、うんうん、私の場合は資格を徐々に伸ばしていくっていうのがすごい楽しかったんで、はい、そうですね、うん、点数が上がっていくのとか、結構ゲームみたいな、そうですね、合格する楽しさが出てきて、それですごく頑張れた、うんうん、っていうか気づいたら頑張ってたみたいな感じだったんで、じゃあ皆さんもそうですね、うん、そういった形で、はい、なんかどれかしら、例えば英語がなんとなくできるようになりたいなとか、うん、英語やんなきゃなとかなんとなく思ってる人もすごい多いと思うんですけど、なんか資格を一個このモチベーションを維持するためのあれとして目指してみるといいかもしれないですね、はい、はい、ということです、ありがとうございました今回はですね、ちかさんにおいでいただきましたですね、ぜひぜひですね、ちかさんの、ですね、Twitter、TikTok も他やったりしてますか？他やってないです今のところ。じゃあそれをですね、ぜひぜひやってきて、もうまあもしかしたらですね、これが人気、この動画が人気が出れば、ね、YouTuber になるかもしれないですからですね、ぜひぜひですね、
たくさん見てですね、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。お願いします、はい、で今回は近くに置いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。 Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.